ゲレンジークは、ロシア帝国の水雷艇である。艇名は、国会沿岸カフカースの都市、ゲレンジークにちなむ。ゲレンジークは、1882年から1902年の、県間計画枠で、国会艦隊向けに発注された、水雷艇の一席であった。設計は、先に建造された、水雷艇バトゥームの運用実績をもとに出された。 海軍技術委員会の訓令に基づいていた。ゲレンジークは、1883年7月1日付で、国会艦隊への配属が正式に決定された。1884年に、フランスのトゥーロンにあるフォルジュエ・シャンチエ造船所で、竣工した。1889年には、さらなる遠征計画に基づきイズマイルは、手上に燃料タンクを増設し、 蒸気船系ドロフや水雷艇、ゲレンジークとともに、セバストーポリから、ノボロシスクに渡った。1895年4月20日付で、ゲレンジークは、第255号水雷艇に解消された。国会における、実験艦隊に編入された第255号水雷艇は、1895年から1899年に、かけて、停滞に、 炭性色の水玉模様を描かれ防御のための図色試験に供された。1907年11月15日付で海軍の第一戦部隊から除籍され、武装解除の上で、セバストーポリー軍港で保管状態に入れられた。1910年にはオーバーホールを受け、手記や停滞の修理が施行された。この際、魚雷発射艦は撤去され、代わりに総海網と、 機関銃が搭載された。第一次世界大戦においては、主として、艦隊主力への補給任務やセバストーポリ近海での、総会任務に従事した。1915年7月21日には、正式に類別を、総会定に変更され、定名も、第9号総会定と改められた。その後、1916年4月24日には、 第79号総改定に、同年8月6日には、第279号総改定に解消された。1916年10月12日には通報船に、類別を変更され、定名は、第9号通報船となった。1917年初旬に2月革命が、発生すると、第9号通報船は、臨時政府国会艦隊に移籍された。 ボリシェビキによる10月革命後、ウクライナ人民共和国が独立して赤軍がウクライナに侵攻すると、12月29日には第9号通報戦は赤色国会艦隊に接収された。1918年1月にはウクライナ人民共和国が国会艦隊の所有を宣言したが、実際には艦艇は赤軍の支配下に止まった。3月には、 セバストーポリー軍港で保管状態に入れられた。4月にはウクライナ人民共和国軍によりクリミアは奪還されたが、5月1日にはウクライナ国を建てたドイツ帝国軍により艦艇は接収された。第9号通報戦はドイツ帝国海軍とウクライナ国海軍に所属したが、11月24日には連合国へのドイツの降伏により侵攻した。 イギリス・フランス連合軍により接収された。1919年4月22日から24日にかけて第9号通報戦はイギリス海軍の指揮下に入った。そして完全に部隊から退役させられた。4月29日には赤軍ウクライナ戦線により奪取され、6月24日には白軍に接収された。ロシア内戦は 赤軍の勝利により集結したが、セバストーポリにあった第9号通報船が、その海軍に、実戦配備されることはなかった。第9号通報船は1922年から1923年に、かけて、コムゴスフォンドフへ解体のため引き渡され、1925年11月21日付で、老農赤食海軍を除籍された。ありがとうございます。